Soccer Japan Marika Yoshihata。 萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まおちゃん、おはようございます。電気つけます。美味しい。朝です。出ます。寝起きドッキリです。逃げないで。どうですかね、起きどっきり。起きどっきりなんですか。できればしてほしくないです。声が寝起きですって。いや、取りすぎじゃない。終わりが分かんない。私が分かんない。すみなさい。はい、皆さんおはようございます。誰が興味あるか分かんないと思うんですけど、今から今日は帰るだけなので、ちょっとチュ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 っとメイクをしていきたいと思います。イエーイ。まず化粧水。さっきなんかちーちゃんと妹が部屋に来て起こされました。ちーちゃんは6時40分ぐらいに起きたみたいです。早い。20分しか変わんない。早すぎ。しっかり化粧水をしていきます。あ、昨日のご飯美味しかったね。うん。クエスチューみたいだとすぐそこある。ちえちゃんも映って。ちむなんも役目しかなってない。帰るだけだから私も下地を塗っていい。役止めだけでいいかなと思って日焼け止めしか持たない。じゃあママも日焼け止めだけだけでいいかな。なんかこれかな、化粧下地、美容液、ポール&ジョーのやつ。もうなくなりそう。なんかリアルな感じだね。なくなり方が。これをチャッとして、チャチャチャカチャッと見てみます。可愛い。もう完成。はい、もう完成です。ということで。で、もう、眉毛と
眉毛とマスカラをして今日は出かけていきたいと思います。マスカラはするんですねマスカラチャチャチャっとして割りたいと思います。このね、眉毛がね、うん、難しいよね。眉毛って難しくない？でもさ、週に1回ティントで染めちゃってる。あ、めんどくさいから。確かに眉毛アートもやりたいけどね。ね、ゴルフってさ、朝早いからさ。あー、もう眉毛で、ね、できるだけやること減らしたい。確かに眉毛したいよね。眉毛アート、ティントだと限界がある。うんうんうん、ちょっとライトが、眉毛のこだわりは、眉毛のこだわりはいかに山をきれいに描けるか。山本だもんね山重要だよね。山重要だから、なんかさ、ライトでさ、うん、結構軽くない？メイク、そうね、めっちゃ濃くなったりするよね。険しい顔をしておりますね。前髪伸ばしてるんだっけ？うん、もう切った。あ、切ったの、うん、もう切った。なんか帽子かぶるけんさ、うん、そう、どうしようかなみたいになった時短くした。え、チームそれも使ってるわね、これ。え、ちょっと色違う。チームのやつ、じゃあピンク系のやつだ。あ、ピンク系の方がいいよね。これ前のずっと使いやけど、これも一時ね、そうそうそう、うん、その左の2つだけね、どんどんなくなる。確かにあるよね、そういうやつこんなんさ、しゃべる、何しゃべるのこれって、うん、メイク道具の紹介。メイク道具の紹介はい、眉毛終わったので次は何が出てくるかな。ドキドキ。次はマスカラ、違う、ビューラー、ビューラーをします。こうやってね、これが、これをね、挟む機械です。挟む機械です。その説明必要だったこうやって挟むんです。で、眉毛をくるんと上げるんです。まつげねまつげをくるんと上げるんです。お、くるんと上がりました。そしてこのマスカラを、このね、このヒロイン、いろいろ使ったけど、うん、このヒロインが一番いいです。皆さんもぜひ使ってください。ビューラーの説明聞く人たちはマスカラ使わん マスカラをチュチュチャッとして、はい、かわいい下も、下まつげもします。これさ、しようときにくしゃみとかしたらさ、うん、下にこうつくよね。めっちゃなんか目の中入っちゃうときある。ああ、確かに痛いよね、うん、よし、こんな感じで終わりです。今日のメイク終わり。カメラの方見て、何も変わってない終わりです。はい、マウの何もない日メイクでした。なかなかいない何もない日メイク、何もない日メイクです終わりです。